えー、こんばんは。今日はですね、えー、昨日のスーパーラジコン秋葉原の、えー、サーキット倉庫のちょっと振り返りをしようと思って動画を撮っています。えー、昨日はこの2台ですね、ポルシェの911とアウディで、えー、メルセデスのアーマーゲージ T3 はちょっとお休みで、えー、持っていきませんでした。えー、なかなかですね、あのー、アウディの方はまだちょっとセッティングが出ていなくて、プロポの設定、えー、浅場さんの YouTube で、あのー、 トップドライバーの方が、えー、プロポの設定をちょっとこう変更されているのを、なるほどと思って、今までちょっとエンドポイントをですね、絞ったりとかして、打角の調整をしてたんですけど、えー、ステアリングデュアルレートっていうんですかね、ちょっと本当によくわかってないんですけど、なんとなくそのステアリングのレートみたいなものを、えー、若干落とし気味にしたら、えー、少し曲がりやすくなったというか、あの、まあ、なんとなく自覚はしてたんですけど、今まで打角が多分つきすぎていて、 えー、ガガッとこうハンドルを切ってしまうとブレーキになったりオーバーステアになったりアンダーステアになったりやっぱり非常に不安定だったのでやっぱりこう車体なりにあのハンドルを切って、えー、うまくこうフロントホイールをですねあの曲げて打角をつけるっていうまあ当たり前の、まあ、オートバイなんかでも当たり前のことだったんですけど、まあ、ようやくそれに思い至りまして昨日はあの2台ともそのステアリングデュアルレート を修正しししてて若干落とし気味にして走ったら非常ににいい感じになりましたただ、アウディはですね、まだあの思うがままみたいなところまではいかず、結構ぶつかったり、えー、オーバーステアになったり、アンダーステアになったりして、ちょっと苦労してましたが、えー、ポルシェの方はですね、非常にあの素直なハンドリングになって、まあ多分数値の設定がうまくいったと思うんですけど、比較的、えー、楽しく走ることができました。 で、あのー、もう一個ですね、ちょっとこの車体はもう5ミリッツジ向かーのように、あの、ホイールとか、えー、タイヤとか変えちゃってるんですけど、昨日ですね、初めてあの、ラジアルの30のフロントを、えー、実は削ってみました。えー、オデロさんすいませんっていう感じなんですけど、実はですね、あの、オデロさんにコメントいただいた時には、じゃあじゃ、は <laughs> え実は用意してしまっていまして、 これ、どうでしょうか。あの、PN レーシングの多分オデロさんと同じものを、えー、実は買ってしまっておりまして、ちょうどオデロさんにコメントしていただいた日に実は到着していたんですね。えー、すいませんでした。<laughs> あの、この右の電源は、あの、畑っちさんのお真似して、えー、買いました。これは後で買ったんですけど、えっと、3ボルトかな ?3 アンペアかな ?3 アンペアぐらいの、3ボルトか。あの、弱めな、あの、 力で削るっていう、スピードをちょっと若干遅めに削るっていうことでこのコントローラーを買ってます最初はリポの7.4ボルトで使おうとしたらめっちゃこうなんか早い回転でタイヤがいびつに削られちゃったんですよねなのでこのちょっとコントローラーも買ってみましたこれ3000円ぐらいなんで、えー、いい感じで使えるんじゃないかと思ってますあのオデロさんすいませんちょっとお借りしようと思ってたんですけど我慢しきれずに先に買ってしまいました もうこれで今年の散財は打ち収めかなというつもりでおります。あの、この PN レーシングのタイヤセッターで2 3ミリを切るぐらい。多分22.9とか22.8とかちょっとあの、のぎすの測り方が非常にまだうまくいかなくてゴムなんで結構伸び縮みしちゃうんであれだったんですけど、まあ、2 3ミリを切るぐらいあの、ローハイトスリック30よりは明らかに 薄いタイヤにしたらまあこれがあの全然こけなかったですね動画見ていただいても分かったと思うんですけどほとんどこけずに走ることができました、まあ、あのタイヤのセッティングも相当効果があったと思うんですけど今回の勝因は、えー、プロポのステアリングデュアルレートの、えー、調整とあとタイヤの幅の調整ということでこの2つが大きくプラスに、えー、効果があったんじゃないかなと思っています 今後ですね、あの、このタイヤのセッティングをちょっとずつ詰めていきながら、まあ、手元に30の、えー、ラジアルタイヤはたくさん転がってるので、それをちょっとずつ加工の練習をしながら、えー、いいタイヤを作って、キットと走っていければと思っています。えー、本当に、オデロさんすいませんでした。あの、つい、つい買ってしまったんですけど、えー、言えませんでした。<laughs> すいません <laughs>。ということで、 えー、今日は短めですが、えー、動画は以上になりますありがとうございましたで最後に1個だけちょっとこれあの先輩方に教えていただきたいことが1個だけあってあのフロントホイールなんですけれども、えー、タミヤのですねベアリングオイルをちょっと垂らしていたらガンガン割れちゃうんですよねあの今もこの根、えー、元がですね2つとも割れてしまって、まあ、どうしてもなんかあのベアリングオイルのいいものが えー、探せずにいます。ゆとりレーシングのあのベアリングオイルを実は昨日スーパーラジコンで買おうと思ってたのを忘れてしまって通販じゃ買えないんですよね。なんかどうしようかなと思いながら、えー、多分あの変なオイルを使うと一発でプラスチックが侵食されて割れてしまうので今まで多分ね10本以上、えー、割れてしまってます。なのでなんとかこのフロントホイール割れ地獄から抜け出したいと思って 何かいいケミカルがあったらぜひ教えていただきたいと思っております。あの、洗浄はちゃんとしていて、パーツクリーナーで丁寧にあのベアリングの油分を落としてから、えー、ベアリングオイルを垂らしてるんですけど、どうもなんか、ここだけは今うまくいってないですね。なんとかしたいと思ってます。ぜひ、ご協力をよろしくお願いします。それでは。